西田昌司がズバッと答える一問一答のコーナーです。今週はトップハンディさん、男性40代大阪府の方で、今の議員定数を半分にして政権交代が起これば1年生議員が大臣の椅子につく、こともありうると。でこの状態は庶民に耐えることができるだろうかと。定数削減の議論がされて 10議席減らすようなマスコミ報道、仮に議員1人当たり2億円と考えれば20億円の削減、3番議論を過ぎれば600円億円の削減になると。しかし高橋洋一氏の話によれば、日銀当税金の、年 0.1% の総額が220兆円、つまり銀行全体では、2200億円出していることになると。でこれを 0% すれば政府の増収になるじゃないかと。この議員定数を減らすよりもですね、財政出動も、出動だが、議員定数の議論って定数の議論というのはおかしいんじゃないだろうかという質問であります。ちょっと長いですね。でもその通りだと思いますね。まずですね、議員定数の議論の一番の問題はですね、そもそも議員の数を減らしていくと何が起こるかといえば、国民の代表者がなくなるんですよね。で要するにそれぞれの地域、それぞれの市町村からですね、今40〜50万人単位で、この今衆議院の代表が選ばれているわけですよね。でそれが、これ例えば300議席とかねになってきたらですね、その選ばれている人がいなくなるということは、自分たちの地域の声が届かなくなるということなんですよね。でそれをどう思ってるのかということですよね。それでいいのかと言うんだったらそれでもいいんですけれども、そもそも、そんな理論はですね、主権者は国民で、その国民の代表として国会議員がある。でこの議員代表制のですね、代議制の中ではですね、ありえないわけなんですよね。むしろ逆にある程度、その国民の声を聞けるその数を増やしていこうじゃないかと、というのが正しいわけで、もともとこの憲法ができた時ですね、昭和21年、憲法を作った時には衆議院は500議席、参議院は半分の250議席ですよ。そしてその時の人口はというとですよ、今よりもずっと少なくて、9000万人、8000万人少々だったと思います。それが人口が減ってくる傾向にあると言ってるけれども、1億2000万を、超えた人口になってるわけですね。だから 1.5 倍になってきて、その定数をどんどん減らしてきてるわけですよ。これは全くおかしな話なんですよね。でそして各国の、その国会議員の数もですね、調べていってもですね、決して日本は突出して多いということにならない。むしろ、標準だし、どちらかといえば少ないと言ってもいいと思います。でそれとですね、もう一つ大きな問題は、この代議制で、この議員内閣制やりますとね、政治家がその中から総理大臣になったり、大臣になったり副大臣になったり政務官になったりという形で、これ100名を超えるような人間が政府の中に入っちゃうわけですよね。でそうすると、その人間はこの国会の議論には事実上参加できない、答弁者側になっちゃうわけですよ、これはね。でそうなってきた時に、それぞれ国会はいろんな委員会に分けられて議論してきますから、分科会方式で議論しますからね、その時にその議論をする人がいなくなっちゃうと。でこれが一番大きな問題なんですよね。で例えば今市町村合併をして、そして議員の数も減らしてということを各自治体でやりだしましたね。そうするともう20人を、定数自体が20人ないというような市町村もたくさん出てきましたよ。そうすると、この委員会そのものが成り立たなくなってくるわけですね。これいくつも委員会作ってやっていっても5人とか4人とかね、いうことになっちゃうと、委員長副委員長いて、あと議論するの2人かと、こういう話になるわけですね。でまさに議論できる仕組みがもう自ら定数を削減したことによってなくなってくるということは、どういうことかというと、国民の代表である議員の議論の場がなくなるということは、国民の代表の意見が議論できなくなるということですよ。そして結局行政権だけですね、これが突出してきてしまうわけですよね。でこういうことを考えると、議員削減というのはですね、全くナンセンスであります。そして、議員のかかっている経費というのはもちろん、少なくない金額がかかっていますけれどもね、これは民主制を、整えるための必要経費であると、そういう理解をすべきなんですね。でむしろ、この議員定数の話も含め、なぜこういう話になってきたかというと、まさにデフレになってしまったからですね。経済が良くないと、で市民の生活もしんどいと、で給料も上がらないと、
で、そんな時にですね、なんか国会議員や地方議員も含めて議員の方はですね、特権階級でたくさんの、所得を得たりですね、そういういい思いをしてるんじゃないかというような、疑いの目で見られるようになってきて、またそういう声を受けてですね、国会議員 も地方議員も含めてですね、いやすいませんと、じゃあちょっと減らしましょうかという、世論におもねる行動をですね、繰り返してきた結果、結局ですね、国会議員の数を減らす、それだけにとどまらず地方議員の数も減らす、でそれは同時にですね、市町村合併、そして市役所や町役場、そういう地方自治体の職員の数も給料もどんどん減らすという、まさにデフレスパイラルに陥ってしまったわけですね。でこれやりすぎてしまって、地方は本当に没落をしてしまったと。それが平成19年の参議院選挙で自民党が大負けをした、1人区で大負けをした原因なんですよ。でずっと私はこのことを訴えてきたんですけれども、だからこれをもう一度戻そうと思うとですよ、デフレスパイラルから成長方向に変えなきゃならない、これが安倍内閣の3本の矢であったはずなんですね。そしてようやくそれも景気回復の方向に動き出したと思った途端ですね、今度は世界経済がまたもや減速傾向で、非常に株価がですね、乱高下といいましょうか、非常に落ちてきましたね。でこの事態を対応するためにマイナス金利も含めて金融政策もありとあらゆることを日銀やり出しました。しかし残念ながらこれだけではやっぱり解決できないんですね。このトップハンデさんも言ってるように、財政出動が絶対必要でありますし、まさに今ゼロ金利でもですよ、じゃなくてマイナス金利までしてですね、この投資の融資の拡大がなかなか進まないというのは、まさに民間の方にそれだけの需要がないというのと、民間の方はですね、そういう、投資をしたくないと、国内でも海外にお金を回してしまったり、当座の資金はですね、株で運用したりという形でですね、本来の内需に火がついていないからなんですね。だからこの危機を乗り越えるには国がやらなきゃならないし、この金利が、長期金利もマイナスになるというような時期ですから、国債を出すとですよ、全く金利負担がなしでその様々な事業をできるわけですよ。今こそそうしたところにですね、事業を行っていく。私がいつも言っている新幹線やミッシングリンク、当然やればですね、経済効果が上がると初めから言われているやつはできるだけ短期間に全部揃えてしまうと、こうした方向転換をしっかり示すべき時期に来ているということだと思います。それで今日はですね、このトップハンディさん2通、それから七市のゴンベイさんというか名前書いてない方、そしてまたその人と同じ質問内容がただしさんという方からあったんですけれども、それからひとみんさん、さっしさん、電気屋さん、それから熊五郎さん、ヘンリーさん、うさぎさん、 NH さん、11通プラスいつものウッキーさんから、お便りを2通いただきました。ありがとうございました。